客さんと、まあ、お客さんとのことなんですけども、お客さんと、まあ、営業中普通に、まあ、お酒飲んで楽しくね、してたんですけど、その後ね、お客様がトイレ行きはって、で、まあ、トイレから戻ってきて、で、また楽しくね、ワイワイしながら飲んでたんですけども、急に、従業員が、うわぁ、なんじゃこりゃって言うんですよ。何やろって思って、パッと見に行ったんですよ。そしたら、トイレの便器あるでしょ？こう、この部分です。この部分の下に、こんなでっかいうんこあったんですよ。えってなって、最後それを、まさかの僕が処分しなきゃいけなかったっていう話です。